時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守り、たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
井戸底におるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見やぐらが、こよ巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな、まだほんの子供というに。とら、ああ源一郎様もな。よく来てくれた。久しいな、狼を。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼を傷を負っておるようだな。そうだ、薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後と？あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。行為。堀沿いに進んだ橋の下に、城外への抜け穴、一心様より、早期、まずは、その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな。アシの歯笛で合図をくれるか。ほら、昔、その音を頼りに。
この橋の下、堀のどん詰まりにぬ、あそこも見張りせよ。戦が近いのかもしれんの。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て伊豆子へ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。足の源一参る。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。
覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、その目、さしずめ、忍に敗れた狼と言えぬ。それが忍びじゃな。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここに。ただ拾った屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾っ。そうか。じゃが主の主はま、アシナの城で囚われとなっている。だがお前さんを見ればその価値。この左腕。そいつは忍び義手。せ、仏を掘るには無用でな。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。に、人具だと。そうか、このからくり。察しがいいな。人具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみが、しゃべりすぎていきな。巫女様の血が利用されるとは。わしも詳しいことなど知らん。だ、流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな。寺を出て右手の広場にもそうして妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。
この戦、果たして勝てるものかのう。どうにも悪い予感がするのじゃ。何を弱気なことを。両親とはいえ、一心様はご健在、源一郎様の弓も見事なものじゃ。加えて鬼行部様もおるではないか。おう、鬼は行部正隆様か。大手門が抜かれ、誰ぞ誰ぞ。ああ、その声が。御神、我が名は野上引導か。私の母なのだが狂ってしまい、結果、せがれよ、若様を見な。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわ。せがれよ、若様のことはこの守り鈴を。
ご供養。供養？さよう、見たご。シカド。ご供養。その人具やつらひどい。